石黒ただーツ石黒ただーつ1月9日から1960年3月10日は日本の農林官僚、政治家、農政の神様と称せられ、彼が農商務省、農林省幹部として政策に関与した時期の農政は石黒農政と呼ばれている。妻は穂積信家の次女、講子息子に石黒幸次郎、石黒幸造この間、 農業報告連盟理事長、満州移住協会理事長、日本農業研究所理事長を歴任している。農業振興、農村救済に取り組み、戦前における農政の第一人者として、農政の神様と称せられた。また、大正末期以降、古作立法制定に勢力を費やした、石黒であったが、1930年代には、満毛開拓移民に、 古作問題解決の党見出し、加藤幹事とともに、その推進役となった。また、戦争に対する態度としては、日独一三国軍事同盟に、閣内では、唯一最後まで反対していたという。参議院議員時代は、緑風会に所属し、同会で議員総会議長を務める。憲法調査会委員も務めたほか、戦後も、全国農民連合会会長。 全国農業会議所理事、全国農業共同組合中央会議事等、農業関係所団体の養殖を歴任した。だが、七高時代からの親友で、鈴木内閣で同じ閣僚であった東郷持長との約束を守り、国政上の養殖への就任は、一切断って農業の再建と平和主義の推進に力を尽くした。ちなみに、 憲法27条1項の勤労の義務条項の制定は敗戦後の混乱下で日本人が二宮尊徳以来の勤労の美徳を失うことを恐れた石黒が友人の代議士の竹山雄太郎に相談して竹山が勤労の重要性を新憲法でも取り上げるべきだと主張したことがきっかけであったと言われている。ありがとうございます。